海水も考えないといけないんじゃないの。これ官邸とご相談ですか。あ、すいません、あのプラントの情報の1個ですけれども、先ほど申しましたドライブ、あ、すいません、はい、すいません、今3号機はですね、ちょっと、まあ、SLC 放送を入れたんですが、海水は、なしで行きたいと思ってます。極力真水を集めてきてタンクにメイキャップするという方針で今考えてます。あれ、吉田所長、水はどこから今持ってくるんで、手当の目処は立ってるんですか。例えば、模擬プールの中に水あるじゃないですか、はい、例えば、はい、ああいうのをもう人海戦術中がおかしいけど、ちっちゃいタンクでも、もう往復するやなんなり、すべて使える水を使えるということで、今考えてるんですけど、ね、昨日の自衛隊が3台来てたようなものをまた頼みますか、防災センター。もうそれはね、朝から頼んでんですけど、なかなかこうあれなんで、昨日からもう水気は全部欲しいってんだけど、もう何でもいいから持ってきてほしいんですけど。じゃあそれちょっとオフサイトセンターでできることを。すいません、オフサイトセンターなんですが、昨日ですね、はい、その水を持って途中まで行っていたんですけど、そこで爆発を彼ら実際に目撃されていて、まあ、いや、でも行ける状況になって戻ってきたんですけど、やっぱりちょっとかなり外部被曝汚染があってですね、自衛隊の方かなり受けちゃったので、そういう意味では多分自衛隊の方が直接今そっちに行くっていうのは難しい状況になりつつあります。本部の総務班のですけども、自衛隊の方につきましてはこちらの方でも改めてですね、要請をしておりますので、しばらくお待ちいただきたいと思います。窓口はオフサイトセンターということを通してやりますので、はい、具体的に私が何かしようというお話があればすぐ動きますので、はい、よろしくお願いします。今自衛隊の水はどこにあるんですか。何だって、自衛隊の水は持って帰っちゃったわけじゃないでしょ。自衛隊の水を汲んでいるときに今のお話があったので、まだ汲めてない状況なんです、ね、あ、了解、はい、